はい、えー、ゲームコレクターの酒館です。本日は2021年2月 20, あ2月20日、えー、酒館ガキゲームコレクター部スタートです。 えー、チャンネル登録よろしくお願いします。あ、この配信はゲームコレクターの酒館が、えー、と毎日ふわっちで、えー、と25時ぐらいから約30分間ゲームの話をする配信です、えー。チャンネル登録よろしくお願いします。また概要欄にね、僕が関わってるチンドル本へのリンクがありますので、ご興味のある方、もしくは僕のコレクター活動にご支援、ご賛同いただける方は、ぜひチンドル本を読んでください。またお仕事の連絡はいつでもお待ちしております。 ということで、えっ、ー、とえ、今日の予定ですが、えーと、いつものネオジオポケットの話が、つ、え、な、ー、げてポンカラーですね。はい。で、えっ、ー、と、ファミ通さんのね、販売本数ランキングが更新されてたので、そっちを見ていこうかと思っています。で、最後に本日の記念日ゲームですね。はい。ということですが、いやー、なんか、ここ2、3日、 腰まあ,あのいつもし仕事はねずっと立ち仕事なんですよ。あのパソコンを使ってんだけどあのこう今座ってこうね配信はやってるんですけど普段実は立ってパソコン使っててでまあこう肘ついてね <laughs>。 立ってずっと立ってやってるんですけどもまあちょっとねあの疲れてきたらしゃがみながらねこんな感じで <laughs> こんな感じでキーボードを打ちたりするんだけどまあそれがいけないのかなと腰痛がねちょっとひどいんですけどうんまあ何年か去年かななんか似たようなことあったんですけどもまあまあちょっとね まあ久しぶりに椅子に座って仕事しようかなって感じですけどまあまああので筋ドル本のねこの次やるやつの筋ドル本の計画がこう頭にもうプランは完全に決まったんで書いてみようって書き始めたんだけどもう少しあのこれまたあのやり始めるとキリがないんだけどちょっと情報をもう少し。 もうね決まったのはあのあるハードのまあ、あるって言っても大体バレバレなんですけどあるハードのソフト全部に対してとりあえずあの一言二言書くようなねキンドル本を作ろうと思っているんですけどまあてかそれはまあバッとデータを作ってまあデータを入れて自分のコメント書いていくんだけどまあデータをデータについてはまあちょっとシュと 点をあんまりこうぼやかす方向にしようかなと思って今考えてやるにはもう少し数データを入れなきゃなってまあ要は引用,、うん、引用にするにはちょっと数字を入れすぎるとまあダメだからそこをこうあのこいっぱいいっぱい売れたねとかね <laughs>。 あんまり打てなかったねみたいな感じにこうぼやかして書こうかなとは思ってるんですけどまあね数字入れちゃうとでも厳密な数字じゃないしまあいいや <laughs> はいということで今 Kindle 本の作業は順調に進行中ですはいということでえっ、ー、と今日のねネオジオポケットの話なんですけどもえっ、ー、と 1999年の3月19日に発売された、えー、っと、連結パズルつなげでポンカラーですね。 えっと、繋げて、ここ数日ずっと同じような話してるんですけどネオジオポケットっていうのが1998年の3月、あじゃあ8月28、あじゃあ10月28日に発売されたんですけどその半年、約半年後の、えっと、1999年の3月19日にネオジオポケットカラーが発売されましたのでネオジオポケットっていうのは実質6ヶ月なんですけどもまあその中でもね 10月に出て、ね、12月までね書き込みでバーッと出たソフトで終わってじゃあ3月に19 1999年の3月19日にリストリスタートだーって言ってここでね新作ボーンと投入すりゃいいんだけどまあその新作の中にいくつかなんちゃらカラーんちゃらカラーってあるんだけどまあその中の一つですはいということでね連結パズル つなげでポンカラーなんですけども、まあともとこういうのがあるわけですよ連結パズルつなげでポンってねでまあこうやって見比べてみると、まあ、絵が変わってるからあ,あまあ違うものだってわかるしわかるんだけども、まあ、ロゴのねそこのつなげでポンの下にカラーってこう入るとこうカラーだってはわかるかまあそんな感じですねはい、まあ、側面もこんな感じねで裏側になるとこういう感じなんですけども まあ大体ね、あの今まで見てて分かるとおり、裏面結構変わらないものが多いんだけど、で今回もね、つ、え、な、ーえー、げてポンの方は、アクションパズルの新生児、ネオジオポケットに登場って書いてあったところのキャッチが、えー、とカラーの方だと、パズルゲームの決定版、鮮明カラーで新登場ってね、こうなるんですけど、あのー、アクションパズルの新生児、これ新生児ですよ。 1998年の10月28日に新生児として登場したつなげてポンがあのその後、ね、ネオ半年でカラー版が出るから、まあ、ネオポケをね 買いいた人もいるだろうしソフトがどのぐらい売れたか分かんないんだけどももうその半年間のうちにねパズルゲームの決定版になってしまうというね <laughs> しかも「鮮明カラーで」っていうからこっちのことなんですよ決定版これがパズルの決定版なんだけども出たのは、えっと、1998年の10月28日で半年後にはもう決定版になっているとまあそういうようなところですはいでも、まあ、それ以外はね今新たなパズルの世界が君の挑戦を待っているに対して 色鮮やかな画面に広がるパズルの世界っていうこうチャッチが変わってるとでしかもネオジオポケットでデビュー以来好評を得ているつなげでポンがカラーになって楽しさ倍増ってことでねまあ半年ですよ半年 <laughs> ど,どこでどのようにこうネオジオポケットでデビュー以来好評を得ているってどのぐらい好評があったんだろうかってかなり謎なんですよね でまあ、そこから先に関しては、まあ、思考派、テクニック派3タイプで満足度100%と同じことが書いてあると。あとはあれか、こっちは地がこう、まあ、画面もね、白黒に対して、この地もグレーにしてるんだけど、そこにこう色が入ってるというね、まあ、画面が色が入って当たり前なんだけど、ここにも色が入ってると。まあ、そういうところの見分けがあるかなと思うんですけども、まあ <laughs> パ、パズルゲームだしね。まあ まあ、とはいってね、あの、やっぱり、ゲームボーイでね、ぷよぷよが出た時と比べると、ゲームボーイカラーでぷよぷよが出たぷよプよプの方が遊びやすかったりするんでね、まあ、いろいろな意味でパズルゲームであっても、やっぱり、こう、カラー欲しいよねっていう、まあ、ところです。はい。<laughs> まあね、こうやって、あの、半年で2本ソフトを買わされたというのが、まあ、当時のね、 あの時代背景ですよ、はい、ということでね「ネオポケ」でどんなタイトルが出てたか気になる方は是非キンドル本でねゲームコレクター作家のアンコンプリートネオジオポケットカラーを探してみてください。ということでえっ、ー、とはみつーさんのね販売本数ランキングを見ていこうかと思いますがあれなんか全然違う。 画面が、えっ、ー、と、これはいらない、いらない、えー、いらない <laughs>。これか、はい。えーと、これね、えー、と、ファミ通さんの販売本数ランキング、ゲーム販売本数ランキングは、2021年2月1日から2021年2月7日じゃないよな、これじゃないよ。 これ次だ、えー、と2021年2月8日から2021年2月14日までのね1週間の記録です。えー、と1位が「スーパーマリオ 3D ワールド」「フューリーワールドあ」プラスフューリーワールドが25万18本で1位ですね。で2位が「桃太郎電鉄」「昭和・平成・令和の定番」が 4, 4万6638本で累計189万2677本。まあ もうモ鉄テツもこう200万本台が見えてきた感じですよね。それに対してマリオあス「スーパーマリオ 3D ワールドプラスフューリーワールド」がこれが25万というのがまあ翌週来週もしかしたらトップにいるかもしれないけどもうどうかな <laughs> ってとこですね。 で3位がリトルナイトメア2で、えー、とスイッチ版で24,470本ちなみにリングフィットアドベンチャーじゃないやえっ、ー、となリトルナイトウェアねリトルナイトメアは、ね、PS4 版が一緒に出てるんですけど PS4 版は7位で11,163本ということで、ね、だいぶ、えー、と倍ぐらいありますね結構差がつきましたね、うん、で4位がリングフィットアドベンチャーで24,261本 で、えー、と5位6位が「集まる動物の森マリオカート8」とこう並んでいるわけですけどもこの辺の数字がね何だろうこうあの先月までに比べてこう4位5位6位あたりの数字がこう極端に下がってるわけじゃなくて単純にこうマリオがボーンと上に入ってきて。 で、リトル・ナイト・メアを奮闘していることで、まあ、ちょっとこう下がってきたっていう感じなんで、これはね、多分、リトル・ナイト・メア来週こんな売れないんで、来週の、来週のっていうか、これはあれか、発売時って言うと、今週発売タイトルなんで、今週発売タイトルは、あの新作ほぼない状態なんで、あの、多分、この周りを、 あと桃鉄はこのの数字のままかもしれあ、ま、マリオが数字を落としてモモてが近い数字で,でリングフィットとか動物森が続く感じになるんじゃないのかなという気がします。であとはマインクラフト大乱闘ス,スマブラ、えー、ポケモン えーとスパ、スプラトゥーン、世界の遊び大全、マリオパーティー、ゼルダってこう、ずっと定番が続くと。で、16位にね、フェイト・エクステラ、えー、と、サレブレーションボックスですね。これはフェイトの、もう何年も前に出てるタイトルの、こう、フェイト・エクステラっていう、まあ、無双系アクションかな。<laughs> の、と、あとその続編、まあこれも無双クションなんだけど、フェイトエクステラリンクが2本が入ってて、あと、たまごっちのエクステラっチだっけな、なんかそんなやつが入ったりとか、まあそういう、あのフェイ,フェイトの周年企画ボックスなんですけど、だから普通に考えると、どっちもゲーム買ってるだろうみたいなね、人たち向けなんだけども、一応これがスイッチ版がね、16位で4068本売れてると。 で、それに対して PS4 版も出てる PS4 版 PS4 版 <laughs> あれ PS4 版あった PS4 版20位でえー、っと3498本ということでねまあ順位が若干差があっても数字的にはね6000本ぐらい差だけどまあまあこの辺はまあ多分そんなにそんなにまあてか来週以降は落ちてるかな <laughs> まあまあとにかくそうやってあの 売れてますマーベラスさんおめでとうございますでさくな姫もありよ 3D コレクションとかねピクミンとか入ったりガーッとまあ、ずっとスイッチがダーっと続いてる中で27位にニューオーツーコンプリートエディションがね粘ってます PS5 版は入ってこないけど PS4 版は粘ってるとまあそんなところかな で、えーとあ、あと「バディミッションボンド」が何気に粘って1825本ということですね。あ,あとあれだ先週に今週発売予定タイトルが少ないって言って新作ねえよみたいな話してたんだけど PS51 本出てましたね。あの PS5 ボイドボイドなんだっけな。 ちょっと名前つつ忘れちゃったんですけど PS4 とスイッチで確か出てるタイトルの,あの多分グラフィック切れ板みたいなやつが PS5 であ,あれか DLC 入りのやつがねあの昨日木曜日が木曜日に発売されてましたはいリスト盛りしてましたけどもでもそれもそれとて多分順位には入ってこないんで、まあ、PS5 がこういう、ね、ランキングにいつ入ってくるかっていうのはちょっと 注目なんだけどいまだに PS5 って売ってるかどうか知らないですはいででですねでもね僕思ったのが PS5 に関してさすがに店に行ってないからいつ買えるかいつねあの予約できる予約できるのかな抽選できるか分かんないけどよくよく考えるとねあのソニーハードではねえっ、ー、とプレイステーションポータブルとかプレイステーションビータとか 結構すぐ買えなかった記憶。まあ特に PSP は特にね、多分 PSP なんか半年以上買えなかった気がするんですよね。うん。あのーね、そういう、当時は本当発売日がちょっと、やった時土曜日とか日曜日だったと思うんだけど、ちょっと仕事で、休出で仕事があって、 えと店に行けないっていうね状況で、まあ、しばらく買えなかった記憶が、まあ、PS3 も買えなかったですね PS5 は、まあ、あの <laughs> いつか買えるだろうと思ってまあ,、ね、あ a z o n とか見たら普通に定価ぐらいで売ってるの見て ポチッとするような日を待ちましょうという感じです。はい。で、えっ、ー、と、今日はね、ちょっと数字、グラフね、こんなグラフを作ってみました。まあ見えないと思うけど、まあ後でブログの方に貼っときます。はい。これ何かというと、リトルナイトメアシリーズってことでね、リトルナイトメア2が今回、まあスイッチ版が24,470本なんですけど、まあ PS4 も出てるんですけど、まあ今後ね、えっ、ー、と、リトルナイトメアは、えっ、ー、と、XBOX シリーズ、 X とか PS5 ででも出るる予定になってるんですマルチ展開でもほんと多角的に出すんだけどなんでこんななのっていうのとやっぱり1作目が売れてたんだろうっていうところにたどり着くわけですよ。でじゃあパッケージで見るとどうだったのっていうの見るとパッケージのデータはね、えー、と実は PS4 あ違うスイッチ版かスイッチ版が7000何百本かで、はい、初週ね。 でそれに対して PS 4版は4000問題だったんですよ。で実際スイッチのは2周目にちょっと落ちてで3周目は実はランク外になってるから数字分かりません。で PS 4版は2周目落ちてるけどちょっとスイッチよりね数字が多くてで3周目も入ってるけどこれ4周目から消えちゃうんですね。で でどっちもね、実は累、ファミ通さんのね、販売本数ランキングでいくと、累計1万本いってないんですよ、どっちも。だから、実は PS4 版のこの1万ちょいで売れてないじゃんと思っても、実はパッケージとしては、前作の PS4 版ないスイッチ版を超えてます、1周目で。だから、これがね、どんな風に伸びていくのかが気になってんだけど、まあ、これ、まあ、 下世話の話ねバンナムさんがなぜ2をこう自社でやるようになるのかってこう想像していくとまあ一つはねこの2周目3周目でこう切れてるここの先がね地腹売れですごい売れたのかなっていう考え方が一つでもう一つはこの「リトルナイトメアデラックスエディション」なのであの、まあ、パッケージ版がデラックスだって考えると、まあ、ダウンロード版がね 売れててるだろうってそっちの方がすごい売れてるけどもまあ、知名度もあるしじゃあパッケージで PS4 版とスイッチ版出してまあ、PS5 版ぐらいはパッケージ出るかもしれないけどあとはダウンロードでとかでねこう多角展開でやりながらっていうところに行ってるのかなとまあそういう予想ですねで今回ね結構 YouTube 見てると「あのリトルナイトメア2の宣伝結構やってるんですよね多分 YouTuber の人とかあと声優さんとかね使っていく何パターンか見た記憶があるんですけどああやってねパワーパワープロモーションというかなんかねそういうことやってまあいるから、うん、まあ安泰というかねまあスリがあるのかわかんないけどもまあ今後も続いていくのかなという気がしました。でゲームのね内容的にはやっぱりこう配信向けってところで、まあ、多分そこ。 とその YouTube での広告もしくはその喋りの上手い人にの声を合わせたまあ要は実況風のね CM っていうのをやってでまああのそういう層に買ってもらおうとしてるのかなという感じがしましたでちなみにね PS 4版の方盤じゃないスイッチ版かの1作目で、ね、のデラックスエキディションってどんな感じなのってことになるじゃないですか。 まあ、当然僕はこれ新作っていうかパッケージでね、買って、まああの新作、新品ね、あの中古じゃなくて新品で買ってるんですけども、まあデラックスっていうか、そどんなデラックスがあるかと思うじゃないですか。でもね、あのこんな感じで特に何もないんですよ。はい。まあまあ、電話番号とか、まあ、まあ、こういうアクセス機質問とかね、そういうのはまあいつも通りあるんだけど、 まあ操作方法があって、まあカートリッジがあるんだけど、ゼラックスって何なのみたいな感じになるけど、あのここですね、ここにちょっと説明の中にあるんですけど、タティシュ版で配信中の DLC も多数収録、えー、追加ストーリーが遊べる全3段の DLC、シークレット・オブザ・ザ、えー・ミューかないや、えーと コスチューム2種も収録とということでだからあの特に何もついてないし DLC の紙とかもないんだけど要はもうタティッシュでは DLC として提供されてたものがもうカートリッジに入ってますよってところがデラックスなわけですよだからね結構こうデラックスこれ、ね、多分ね中古で買った人悩むと思うんですよ「デラックス」って書いてあるけど中身何にも入ってないじゃんってまあカートリッジ入ってるけどね <laughs> でスイッチの思わせぶりなところはこうやって何かしらこう入ってそうなところまあここよくあのペラ紙みたいな,なんかチラシとか入ったりしてねまあここのサイズで収まるチラシとかあとおまけが収録されたりするようなねここ部分なんですけどもあのねこれなんかデラックスな何かがここに入りそうな感じもしちゃうじゃないですかでも何もないんですよまあそういうデラックスですまあ 2, 2作目の方は買ってないからねわかんないんですけどもまあ <laughs> 多分、1作目の時にはこういうね、多分、まあ、ちょっとちゃんと調べてないんだけど、多分ダウンロードでヒットしたからパッケージで出そうって言って、ボーンってやって、で、多分それなりの実績があるから、今回はパッケージにもドーンといったっていう、まあそういうような感じなのかなと思います。まあ、ともかくね、あのー、うん、やっぱ数字って大事なんですよ。はい。 みんながこうね隠れた名作みたいに言ってるのはねほんと隠してた誰だって話になるんで是非ねあの面白いと思ったものは中古でね買ってこう隠れたやつを掘り起こすんじゃなくて是非新作を買ってねあの続編が発売されるようにちゃんとプレイして面白いを情報発信していただけるといいかと思います。はい。ということでねちょっと今日は早いけど。 えと本日の記念日ゲームをちょっといこうかな。えっ、ー、と、まあともかくね数、数字はこんな感じです。はい、で、<laughs> やばい、マイクが <laughs>。で、えー、と最後、本日の記念日ゲームですが、えーと、2003年の2月20日に発売された、えー、と先駆け黒ィ高校が、えー、と18周年になります。ちょっと中途半端なんですけど、2月20日発売ってあんまり。 キリのいい執念がああんんまなかったんでとりあえずねでクロマティ高校これ発売、えー、と原作者野中英二も大絶賛全部プレイステーション2は持っていないらしいとまあこういうまあギャグ系のね多分クロマティ高校のネタ的なところをいろいろ盛り込んだパッケージになっているかと思うのですがあのー、発売元がね デジューブなんで「すよで先駆がきロマティ高校これ2003年2月20日発売なんですけどもでデジチューブなんですよ。<laughs> まあまあそれはいいんだけど <laughs>。 なぜデジチューブ強化強調するかというと、まあ、デジチューブっていうのはもともとねスクエア関係のまあ流通コンビニとかにこうリスク入れたりするようなお仕事して自社でもこうソフトを作ったり、まあ、やってたんですけどもまあコンビニでは今ゲームねあのダウンロードコードとか売られるようになった代わりにデジチューブはもう今はなきなんですけどもまた今のなき会社がこう黒町高校 を出したんですけどもクロマティ高校ってもう一個家庭用ゲーム機に移植,移植じゃないや。で発売されてるんですけど、それがこちらね、えー、っと、先駆けクロマティ高校、これはひょっとしてゲームなのか編ってことでね、まあ、珍しいんですよ。プレスって同じゲーム機っで、 他社からね、デジこっちデジキューブですよ。こっちどこかっていうとこっちがねまあまあい,いやこれ2003年に発売されたんですよ「さちがきクロマテー」高校でこっちのね「先ちがきクロマティ高校これはひょっとしてゲームなのか編は、えー、2004年の3月だったかなに発売されてるんですよ。 とということでねクロマティ高校は日本でプレステ2でこんな早い時期にねあ近い時期にね2003年2004年ですからね近い時期にこう発売されてるんですけどもこっちの発売元がハドソンなんですよ、まあ、だからでクロマティ高校を出した会社っていうのはデジチューブとハドソンなんですよまあ何を言わんとしているかはよくわかると思うんですがまあクロマティ高校には何か 力があったのかなっていうようなね感じがしてしまうので皆さんもね是非ねあのあのー、何かの折にはクロマティ高校のゲームで遊んでいってみてはいかがでしょうか <laughs> はいまあそんな感じでねまあ一応情報ともこう「週刊少年マガジン」で人気大爆発のギャグ漫画がいよいよプレイステーション2に襲撃だしこっちは「さちがちクロマティ高校がゲーム化される」 一体どどんんななゲームなんだって言ってて言るけど「こんなゲームが出たあで何を言ってんだ」って話なんですけどこっちはやっぱり講談社「週刊少年マガジン」に好評連載中の「先駆けクロマティ高校」その世界をボケツッコミシステムで忠実に再現ってあったりするんですけど普通ねこうやっぱりこう僕らがこうキャラクターゲームっていうとまあアニメの原作でこう持ってくることが多い中でこう。 漫画原作で、ま、まあ当然マクロティ高校でいろいろ実写とかもこの時期なのかな、まあいろいろやられてた部分もあるんで、まあ人気はあったんだけども、漫画がゲームになったっていうとこと、アニメがゲームになったとというとこでは多分一般層への普及訴求か、訴求がちょっとね強さが差があったのかなっていう感じが、まあ、してしまうけども、まあデジチューブさんもハドソンさんもそういう ところはちょっとあの考えられなかったのかわかんないけどね。<laughs> まあ、とにかくね黒町高校気になる方は是非プレイしてみてください。ということで以上作艦でした。おやすみなさい。